オノリントビデオライフ ATEM Mini&Pro で簡単な画面合成パソコン画面と演者とテロップこういったような形で、えー、プレゼンテーションの、えー、画面を作りたい思われている方結構いらっしゃるんじゃないかと思います、えー、ATEM Mini 簡単にこの画面を作ることができるので、えー、解説しようかなと思いますそれでは見てください今ですね ATEM ミニの中で、えー、こんなことやりたいっていうのがファンクラブの中で、えー、ファングループの中でありました、えー、お客さんのプレゼンテーションの画面そして、えー、カメラの画面というのをこう合成して出してみたいんだということなんですねそれではちょっと見てみましょうえっ、ー、とこちらがですね今 ATEM ミニのテロップのところに入っている画面です、えー、今 簡単な画面合成というのがありますでこれをこの画面のように作ってみたいなということで、えー、こんなような画面を用意しまして、えー、ちょっとこういうふうにアレンジをしたという単純に DSK ダウンストリームキーヤーでこちら実現しています。そしてこの画面はいこんな感じです。今下に カメラがですねこういうようなアングルでわざとまあ左側ちょっと雑多な状態になってますけれども私のところに、えー、この小画面のように見えてますがこれ画面の端っここですでこのように PNP で、えー、プレゼンテーションの画面というのを載せるようにできているという単純にそれだけの話なんですね。そこで、えー、こういうようなことが実現しますよと。 いうシンプルな話ですポイントはカメラを DV 使おうと思うとどうしても A10 ミニは 1ME1DV しか動かせないのでパワーポイントの絵をこのサイズにはめ込みたいというような画面を縮小する動きをしてなおかつカメラでもってこのサイズをですね縮小しようとすると ME が足りないいい DV が足りりなななととうことになりますなのでこの部分はもうカメラワークで諦めてこのサイズ切り取ってもらいますそして、えー、こちらの方ですねパワーポイントの絵っていうのはこのような形で任意に取り込んでしまえば大変使いやすいような状態になると思いますさあいかがでしたかものすごく単純にできているますね 皆さんもこういった形でプレゼンテーションの画面を作って、えー、お客さんの、えー、望むような発表ができるそういうような収録をしてみてください配信もそのままいけますよねはい。それでは今日はここまでですね、面白いね あなたはどんな配信しますか ?Facebook の ATEM ミ i ファングループで教えてください。